パート3です。高橋さんにお聞きしているマッハからアインシュタインへの科学史シュレーディンガーの猫のお話の後、いよいよあのアインシュタインと量子力学、こういうふうに話を進めていきましょう。<laughs> 高橋さん、量子力学というのはアインシュタインから始まったとはいうものの、アインシュタインの手を超えてというか、あの アインシュタインから見ると、とんでもない方向にいっちゃったような気がするんですけど、そ,ね、それはど,そう、ね、どうなんでしょうかこれ、面白いところなんですね、結局、量子力学っていうものが進展するにあたり、えー、まあ、そうかな、一つですね、その確率っていうのが入ってきてるじゃないですか、量子力学って、観察、はい、しないとわからないというの、はい、確率が事前に分かっているだけだという,うん、うんで、この量子の計算するときに、確率っていう概念を引き入れたのも、実はアインシュタインなんですよ。 で、2、うん、0えごめんなさい、1905年が、その光電効果とかの論文が出た年ですよね。はい、で、ちょっとだって、これ、ロシア革命の年かな、1917年に、確率的な非連続化程のエネルギー順位間の推移に関するあの仮説っていうか、そういうお話をアインシュタインがされてて、これう、ね、なん一般相対性理論出てますよね、それだったら。出てますね、うん、うん、出てます。 あのさっきのこう飛び飛びのエネルギー順位を持つ間、ある種の粒子、電子なら電子が取りうるあの状態っていうのがあの決められちゃって、その間しか存在できないからこう、なんかエネルギーをもらって変わるとか、なんか異変があって変わるときには、なんかポンと飛び移る、ジャンプしなきゃいけないですよね。あ,のある地点からある地点にジャンプする。ジャンプする時間 でで実際には現象が起きてるんでその時間とかどう評価するの例えば何かあるものに光を与えると、まあ、エネルギーが与えられるんでそれをもらった電子がよしじゃあ高いエネルギーの方にジャンプこうぴと上がるまあ冷気するとかいう言葉を使ったりするんですけど移動するその時間ってどうやって決めるんだよという。 電子っていうのは質量をほとんど持たないから、ここに近いような気がするんですけど、うん、どうなんでしょうかでも実際にあの移動しなきゃいけないじゃないですか。移動しなきゃいけないから、それをどう評価するんだっていうにあに、あのうん、アインサインン、確率を持ち出したんですよ。その電子、ある状態があって、ある状態になるまでの,その,あの平均時間っていうのを導入して、さっきのあれと一緒です、シュレディンガーの猫の状態と一緒です。ああるるるもののがある状態になるまでの平均時間っていう 時時間ののには1分の2だっていうようよな考え方ですね実際にはまあちょっとあの関数が変わっちゃったりするんで単純なあの足して2で割る2分の1にならないかもしれないんですけど考え方としてはその途中は2分の1だっていうふうなその確率的概念ですねジャンプが起こっているか起こっていないかっていうそのエネルギーによる変異が起こっているか起こっていないかという確率の半々の時間をあの。 平均寿命として定義するっていう考え方を持ち込んだのは、実はアインシュタインなんですよ。えーはい、その確率っていうものを。だから、神はサイコロを振らないって、その決定論的でない、決定論的じゃないでしょうね。うんうん、確率しか困らないから、うんうん、といったアインシュタインが実は確率的な考え方を先行してあげてたっていうのが、また味わい深いですよ、これは。うん。なので、で、そういう中で、あの、 まあ先生の前の話でもあったのそのミールス・ボーアがあと大陸側ですよね、そのハイゼンベルグとかを中心とした、はいはい、いわゆるこのコペンハーゲン学派というのを形成する人たちが、量子力学をどんどんあの、この方向で進めていきます。確率の方向でってことですね。確率の方向で進めていきます、うん、うん、で、まあ、エポックメイキングなのは、そうだな、この1927年にですね、この頃ですね、ソルベイ会議っていう、 一連のシリーズの3年おきの会議っていうのが企画されてて、もう一回お願いします。ソルベイ会議、ソルベイ会議かな。ソルベイ会議。ソルベイ会議なんか科学で出てくるソルベイ法のあの人違うですそうです。あの人なんですよ。ベルギーの人なんですね、あれ、ソルベイさんっていう方が炭酸ソーダの生成法で、高校科学でなんか出てきた。出てきましたね。 この人が資材を投じて物理学の学会っていうのを3年おきにやってた時代があったんですよ。で、えーね、1911年以降3年おき。で、1927年のソルベイ会議っていうのが、これはイタリアのコモコ班で行われ、うん、で、第5回が10月、8、9月にあのコモコ班で、ブュッセルで第5回っていう、うん、ここでですね、にボーアがこのアインシュタインをこう説得するじゃないですけど、うんあの あのアインシュタインが投げかけた疑問に対してあのボーアがあのアインシュタインの相対性理論を使って答えるというような形でこうまあはい相対性理論を使うというこれなんかね友,友永先生の本とかも出てるみたいですけれども<ー>これが、うん、これがその一つの、まあ、ターニングポイントじゃないんですけど、うん、でここでもうあのアインシュタインの なんとなくここでかまあなんとなくじゃないなその1927年というのはこのコペンハーゲン解釈というそのこの変な不自然な状況を量子の重ね合わせでありますとかこのエンタングルメントがパッと届いちゃうっていうのをもう認めましょうっていう流れが一つできる。まあ。 アインシュタインがちょっともう時代遅れになりかけるみたいなそういう感じなるそうに見えちゃうわけですよね。決して時代遅れじゃないんだけども、ないんだけれども、真剣に向き合ってるからこそなんだけれども、ここで一つのまあターニングポイントがあって、時代がもうあれなんですよね。で、もう量子力学自体をもう道具として、さっきのあれじゃない、オッカムのカミソリじゃないですけど、うん、もうこの量子力学ってううまく使えるから、うん、もうこういう解釈でどんどん使っていこう。 その中の原子核の研究とかにもどんどん結果が出だすんですよ。<ー>うん、もう進化、議科とかそういうのを置いといて使えるなら道具として使おうぜっていういいてなんかプラグマティズムやってるわけですね、本当にまさにプラグマティックな方に進んで、うん、面白いです大陸側の人があのプ,ログラムプラグマティックに進んでいて、ね、これ、この当時、もうスウェーデンガンもあのイギリスとかアイルランドとかに。 逃れてアインシュタインもプリンストンに逃げて、うん、逃げてるじゃないですか棒も危険を察知してあの亡命して亡命しちゃってるのかなっていう時代ですね、うん、なんかこういうことが起こってでもう戦争の時代ですよねこれ33年時代、まあ、1900まさにこのナチスが政権を奪取した頃に原子核の世界の解析にこの研究の中心が移って もう量子力学を使ってガンガンやっていく方向に移っちゃうんですよ。うんうん、でもうナチスも出てきてでさっきの前後しちゃいますけど35年の時点ではシュレディンガーとかアインシュタインは大立風化を離れちゃっててでもう,もう第二次世界大戦始まっちゃいますよね39年に始まっちゃう。でもうここはですねあのもう棚ある種棚上げになってしまうというかう変な話ですけども,け、ねうん、もうそういう議論はできなくなっちゃうっていう。うん もう怒頭のように流れていって、まあ、押し流されちゃうという、変な感じなんですけれどもね。うん、なので、この中でうとか言いながらこの19、1933、えっと、たりから、まあ、3位か1930年代に原子核の,あの、えっと、研究が始まったけど、うん、なんか戦争で止まり、ところが、1945年には原爆作っちゃうわけですから、この間の、この間の <laughs> なんていうか、この原子研究、うん。 原子核研究っていうのはダイナミックでですすすよねごんか落とされた我々日本人としてはちょっとそ軽く言っちゃいけないんですけどなんかすごい速さかなって思いますね。これはちょっと驚異的な速さですよね。影、うんうん、も形もなかった学問からもあの爆発的なエネルギーを実際に実現するっていうのはちょっと恐ろしい気はします。うんうん、なので結局ですね、こういうことがあったので。 基本的にもう我々も含めてもう95年ぐらい量子力学ってこのコペンハーゲン解釈で基本的にやっちゃってます。うんうん、でこれ一番強力なのはそのやっぱり不都合がないんですね。う使えちゃってるっていうこの、うんうん、何の不都合もなく使えちゃって,てなおかちょっと私あんまり詳しくないんですがそういういわゆる話もちょっとじゃ量子コンピューティングであるとか、はい、あの量子もつれを利用したすごい遠隔の あの実験であるとか、あと暗号情報を送る実験とかはもう実際にできてて、うん、シュレレンガーの猫も生きてるものじゃないですけど、うん、レーザー光線の干渉っていう形では、もう実現、実現というか、ですねそういう状態を作り出すことができちゃってたりするので、そういう状態っていうのはどっちもありうるっていう、重な,っうん、重なった状態っていう、ね。えーうん これも、だから恐らエンタングルメントも実際にこう離れたところでこっち決めるとこっち決めるというのができちゃう。つまりこれ、情報が遅れてないんですよね。エンタングルメントの場合は、非的に決めれないので、うんあの、近い方を見ないと決まらないんで、見た瞬間に決まったんで、その反対のがその瞬間にあの高速を越えて向こうに行くっていうことなんで、高速が突破されてる感じがするんですけど、いや、そうじゃなくて、何も変化が移動してないんですよね、これって。 ただつながってるっていうだけで、うん、ああ情報とかエネルギーが送れないで、あの相対性理論は破れてないですよ、要するに移動,移動してると考えるから相対性理論からしておかしいってなるけど、そうそう移動なんかそもそもしておらず、<laughs> な重なってんだともし考えるならっていうことでしょうか。そううだからそういう不思議な いわゆるそのマッハ的に言うとなんだこりゃっていうでまさにアインシュタインがこう不自然であとこう因果律大好きな因果率をに反してるっていうかその確率でしか決まらないっていうところがどうしてもやっぱり納得ができないというかですねでそれはでも実際にはどうも違うらしいというところで、うん、あのそのアインシュタインの有名なあれですね「表,表伝」というか「神は老化にして」っていうすごいこれ分厚い。 本だったりするんですがこれの本当の冒頭に出てくるのがあの月が私たちがこう見てないときに月は <laughs> 存在しないなんてことがあり得るのかねっていうのにつながるんですね、うん、これは戦後の言葉ですねアインシュタインこれ1950年の言葉、はい、で、これ神を老化にしても昔私ちょっと読みかけたことあるんですけど非常に分厚い本でこれあのアインシュタインプリンストンの年の離れた後輩という 自身も、あのー、物理学者であったアブラハム・パイスさんというお方、この人もユダヤの名前ですね。<あ>そうですよ、うん、そうです。<laughs> で、ユダヤばっかりですよね、原子研究やってる彼ら、うんねあの、フェルミもそう、ノイマンもそうあの、なんかシラードもそうっていう、まあいいや、はい。<laughs> で、<laughs> うん、これ、なかなか大部な本で、評伝2割、教科書8割ぐらいの。 雰囲気であの、うん、ええー、流ししその式を流し読みしててもそのなんか非常に面白、うんうん、あの生き生きと書かれてたりするんですけどそれも冒頭に出てくる話ですでやっぱりねあのアインシュタインという方はそのある種相対論 っていうイメージがあるんですけど相対論っていうのはこの人は非常に納得していてあまり多くをもう別に語らなくてもう量子力学に関してはもう何時間でも語,る語りたいし語っていたでそれはやっぱり根幹にこの認識問題ですよね、うんうん、だからその見てない見てなきゃないんだっていう部分っていうのはあのー、まあある種その見るっていう行為が 見るっていう行為が単純にこう肉眼で見るっていう行為だけじゃなくてその <laughs> 株価ボードを見るっていう例えばそういうのにしても間にもういろんなものが入ってますし、うん、ですで電子顕微鏡でねで電子研究で例えばなんか昆虫の副眼を見たりするとあなんなつるっとした球体みたいなものが見えてなんか触るとつるってしてそうだけどそういうもんじゃなくてあれ幻影ですよねあれは例えばまあ電子線で操作したデータをあの 情報工学で処理してツルッとしたような画像に仕上げてるのを我々が見てああの昆虫の腐眼ってこうなってるって、うん、見えちゃうだけで実際に見てるのとは違うっていうそのだから見なきゃないかもないっていうふうな極端なことはないかもしれないけど我々がなんかこう質感を持って感じていることとかまあクオリアとかもそうかもしれないですけどそのかん感じてるっていうところをどこまで外に広げるかでもどこまで内側に何かこう 交代させていくかっていうところで、やっぱこれ、あの結論はおそらく出ないで、出ないかな、うん、であの、揺れ動いていく面白みっていうのはある,あると思ってます、うん、結局、アイ結シュタインはこの後、もうその量子力学との対決はもうやめてあの、えーと、統一理論の方に行っちゃったみたいな話を聞いたことあるんですけど、ねねうん、結局そうなんですよね、やっぱり。結局そうですね。ここだから解消したいいっていう もの因果率がその確率で実際にどうも僕らの今生きてる世界神様がサイコロを振ってるっていうのをまあ受け止めればあの会社でデータも取れるし情報の処理もできるしっていうのをまあ今受け入れて生きていてでそれはある種そのカミソリうん、ね、神剃りかもしれない。だで で基礎研究とまあ応用研究がどうこうっていうのはあるけど、その基礎研究をやるためにやっぱりテクノロジーが進歩することによって見えてくる,、うん、るものがあって、それによってまたあの基礎的な研究ができて、それによってまた出てくるっていうんで、だからこれ金にならないからやめろとか、うん、あの役に立たないからやめろっていうのはやっぱり、うん、通じないし、役に立つことばっかりやってても、あの 今で役に立つことはすぐ使えなくなるからやっぱりベースのところっていうのそのピロソフィーみたいな学べみたいなことってなのは大事なんですよねでまあこれアインシュタインの、まあ、ちょっとなんかアインシュタイン先生をこの題材に挙げてお話しした一つの軸の話をしたんだけれどもその認識する認識論みたいなところとかそのまあプラグマティックな考えっていうやつ の間でいろいろこうをるぎて考えるってことを大事だあと我々はその過去の先人の遺産みたいなのが思想も科学も残されてるんでそれをいろいろ参考にしてなんかこの, <laughs> この世の中を生き抜くねなんか糧にできたら面白いなっていうこのアインシュタインさんっていうこの味わい深い人を本当に一部 たどっただけでもいろいろ出てくるなって思いますね。うん、でさっきのその結局テクノロジーの発展があって基礎研究も刺激されそしてその基礎研究があるからこそ10年後 <laughs> 20年後30年後のテクノロジーも保障されるっていうのはこれ昔は日本企業がやってたのに今なんかそれをなんか日本企業が、ね、あの。 なんていうかこう捨てちゃったように僕見えてでそれと同時にあの日本企業の,あの製,製造業における競争力がもろに失われつつあるっていうそして今僕が出会ってる高校生見てもうも,うもうこいつらじゃダメだみたいなことを僕は毎日思って。 <laughs> そうだ。あ、今の高校生でも、<の>うん、素晴らしい人もおられますよね。うん、なんか、うん、まあ、この対談に出てこられるような。人とか、あ、もう、俺、ちょっと日本人にみたいなとか、<laughs> なんか、ちょっと、えー、希望も。うん、うん、そうですか。<laughs> うん、高橋さん、今日は、あの、えっ、ー、と、マッハから愛したいね。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。